こんにちは。これね、海が綺麗です。ここはイタリア、イタリアですよ。イタリアね、ベネチアでございます。あのベネチアのなんだっけ、サンマルコっていうところにいるんですけど、ここからですね、あの駅の方まで帰るんですね。駅はサンタルチアという数多くの列車や新幹線などがやってくるような駅があるんですが、そこまで向かう必要があります。ところがですね、ベネチアっていうのは問題がありまして、基本こういうところなんですね。ベネチアの道っていうのはね、つまり道なんか存在しないんですよ。全部こういう風な水路でなっておりまして、あちらの方にあの人間がかろうじて歩いているところなんかはありますけれど、まあ、このベネチアは水路とそれからそこに並ぶ古い街並みが美しいということで知られるようなところですから、これがですねなくしてはベネチアではないので、これで十分みんなの求めているものが存在するわけなんですけど、ただいかんせん道路がありません。自動車はおろか、まあ、おそらく牛馬馬みたいなものも来られないだろうと思うし、そして自転車さえ立ち入ることはできません。まあせいぜい車椅子が関の山、そんなところです。だからこのベネチアにはね、街の中を動き回るようなバスとかそういったものが存在しません。だから自動車がないわけですからね、あの街の中で自動車で走れないんだから、もうどうやっても無理なんですよ。トラックとかそういった類のものも当然に走っておりません。だから未だに交通は何かといえば、唯一の公共交通機関というよりも、まあ、人間のその私物的なあの交通機関でもそうですけれど、ともかく船です。全部船で持って行っております。まあ、ここはね、あの船って言ってもあの海に面しておりますんで、そんな狭いところという印象はありませんが、狭い狭い運河の中を、水上バスで持って移動していくというのがこのベネチアの、まあ、通常の風景です。あんな感じのああいうわけで行くんですね。で水上バスはあそこにありますが、いかんせん混んでいると、まあ、今ここで見た限り、もしかしたら今の時間はそれほど混んでいないかもしれませんが、今日の朝などですね、もう通勤ラッシュもびっくりの大変な混雑を見せておりましたっていうのと、それからここにはまた別の面白い公共交通機関もあります。それがここに止まっておりますが、水上タクシーです。タクシーと書いてありますね。私タクシーって最後の一文字 Y だと思ってたんですけど、 I だったんですね。知らなかったな。はい、I want to go to station. 50 euro is okay? Yes, to station. Santa Lucia station. Yes, the price 60 euro. 60 euro? Okay. Oh, this way? Okay, okay. Oh, sorry. Thank you.なかなかラグジュアリーなタクシーですけどね、びっくりだな、揺れ方もすごいぞ。大勢の人々のですね、あの注目の的になっております。なかなかこれで行くのはゴージャスなもんでして、駅まで歩いて30分のところなんですが、タクシーで行きますとこれが60ユーロだというふうにおっしゃってました。60ユーロは、まあ、日本円に換算すると7200円ほどですから、なかなかにこれはラグジュアリーな乗り物ということになります。今海の上ですんでね、結構に揺れるものです。観光するなら70じゃないや90ユーロでくれたらね、あの観光させてやるよって言われたんですけど、あの私はこのタクシーに乗ってみたかっただけなんで、まあ、60ユーロでいいかなと。ちょっとぐらいチップでも置いて帰ればね、もう十分かなというふうに思います。あちらの方ではゴンドラもいますけどね、ゴンドラはもっと高いそうでして、1人70ユーロだそうです。2人では140ユーロですから、まあ、1万7000円ぐらいだったらまだこのタクシーで行った方がね、楽しいもんじゃないですか。いや綺麗だな、これ立っても特に怒られてないから大丈夫みたいですよ。いいですね、これタクシーですよ。まあ、落ちたら自己責任ってことなんでしょうけど、さすがにこの構造ではまあ落ちようがないでしょうね。人数にも関係ないって感じなんでしょうか。ゴンドラ同士で手を振ってますが、こっちから手を振ってももしかしたらいいかもしれないけれど、まあやめときましょう。駅までは多分最短ルートで、島の中の細かいあのなんていうんですか、こう水路みたいなところは通らずに行くんでしょうね。その方が多分このタクシーで行くんなら早いでしょう。結構ここはあの広い水路なわけですけどね、これだけ広い水路のところをこうやって行くと、いや結構確かにこの辺りでは高速の移動集団なんだなということがよくわかります。いや、いいな、これ本当いいですよ。ベネチアを楽しむのにね、こんなお気楽な、あの自分で好き勝手に見られるような乗り物はないですからね。運転手さん、あの運転手さんというのかな、それも分かんないんですけど、乗務員さん、乗組員さんというのかもしれないですけど、サングラスをかけたあの典型的なイタリア人っぽい風貌ですね。いやー、いいですよこれ。ちょっとあの根が張るのだけが問題ですけどね。このベネチアのタクシーなんですが、いろいろと問題もあるそうでして、白タクといったものもあります。あの日本で白タクといえば、つまり営業許可を得ていない一般の自動車、乗用車でもって、あのそのまま無理やり運行されている違法なタクシーというわけですけれど、このベネチアでもそういったタクシーがあるようです。
だから私も乗るときにですね、横に今あの裏に貼られてるんでこっちから見えないんですけれど、外側にですね、あの何とかコミューンってかね書いてありまして、ベネチアタクシー組合、それに加盟しているそういうタクシーを必ず利用するようにと、そういうふうに言われました。タクシーによって、ね、あの内装とかも違うようでして、まあ、つまりあの白タクだと内装がですね、こういうふうにしっかりしてないことがありますが、私の乗っているこのタクシーはなかなかに立派です。人数によって運賃が変わるということもどうもないようです。あのさっきもですね、私の前に実はあの運転手さんに出演交渉じゃない、あのなんだっけ、撮影の交渉はもちろんしてるんですけど、タクシーの交渉、値段交渉してて駅まで行くっていう人がですね、また60ユーロと実は言われてましたんで、それはあの4人組のグループだったようですから、4人グループでも2人、私たち今2人で乗ってるわけですが、2人で乗っていてもそれでも同じ60ユーロということは、おそらくこの船の定員を許す限りでは、まあ多分大体ね、あのそれぐらいの金額で行くんでしょう。あれはなんだ、あれもしかしてあの南国から流れてきたココナッツっていうやつですかね。あの日本にはあまりヤシの実っていうのは日本海側に行けばたまに見ますけど基本ありませんからね。 あれですよ、水上バスというのはあれです。手を振ったら返してくれそうな雰囲気ですけど、ちょっと今撮影中なんでね、まあ撮影中に返すんでも、まあ、悪くはないと思いますけれど、向こうからもたくさん船がやってくるのが見えます。あ、ちょうどいいな、日陰に入りましたよ。この辺の眺め、これがタクシーですからね。ちなみにこのどこからどこまでみたいな感じで、さっきのところですね、なんだっけ、もう忘れちゃった、あの広場のところ、あそこからタクシーに乗って駅までの場合は、固定料金、固定運賃ということだそうですが、一応このタクシーは、メーターというものもちゃんとついてるんだそうでして、あれね、タクシーっていうのね、あれちゃんと多分許可を得てるしっかりとしたタクシーだと思います。後ろにもね、あのベネチアの街の旗だと思うんですけど、たなびいてますんで、本物のタクシーだと思うんですが、まあ、ともかく何を言うとしない、あ、そうそう、あの街の、あの決まったところから決まったところまでは固定運賃ですが、例えばこのタクシーをいきなり手を挙げて拾ったという場合、あ、なんだこれ、信号機もあるな、信号もあるんですね。で、そのタクシーを拾った場合にはメーター運賃が採用されるということもあるようです。乗る前に運賃を多分運転手さんが確認してくれることにどうも普通はなっているようですので、基本的にトラブルは少ないかと思います。あ、これはドックみたいなやつですね、船の。しかも何やら公的なところ、これが見られたのはラッキーだな。ちょっとさっきよりも細い道になってきましたよ。これはあの他の人とか見ずに、ね、あのこうやって快適に行けるっていうのは、いいことですよ。結構タクシーも需要があるみたいですね。今すれ違う方にもタクシーが乗ってる方がいらっしゃいます。あの人も結構贅沢な巡り方をするもんですね。おお、今そこの脇で あれを飲んでる人がいましたよ、モンスター。こういうところでいきなり腰掛けてる人がいますからね、なかなかこれも面白いことです。狭い道になってきて結構水が跳ねますけど、まあ仕方ありません。あちら側は海藻か空車かどちらに当たるんでしょうかね。結構もうこの辺まで来ると駅には近いんじゃないかな、確かね、そうだったような気がしますよ。随分早いものです。早いっつってもどうなんだろう、せいぜい徒歩の3倍ぐらいかな。自動車だったらね、あの徒歩30分のところ多分5、6分で信号とか引っかからなければ行くと思いますけど、さすがにそこまでは速くないようですね。あの徒歩で行った場合の方が距離が短いということも往々にしてあるわけでして、でもどうなんだろうな、さすがに水路の方がいいのかな。あの歩いていく場合だとどうしてもね、あの橋がなければ渡ることができないところがありまして、例えばここの岸からね、こちら側の建物へ行くという場合にはおそらく相当の遠回りを強いられることになると思われます。また皆さんに見ていただいても分かるように、数多くの別にタクシーとか水上バスとかそういった人たちだけではない、通常の、まあ、日本で言えばあの私たちが普段所有し、乗用するような、まあ、まさしく乗用車、そういう乗用車にあたる一般の乗用船が数多く走っております。随分綺麗な建物も見えてきて、街の中心部といいますか、まあ、街の中心部はむしろこのタクシーの乗ったところなんですけれど、街の入り口、駅が近づいてきたように思われます。数多くの橋をくぐります。この道はあれかな、水上バスでは乗ることはできないんですかね。相当な金額になるわけでして、これはもう本当に贅沢なもんだと思いますけど、でもね、あの人数、かなりの人数でこのベネチアを訪れたという場合には
十分有効な手段なんじゃないかな。その点は水上バスとしても変わらないと思いますよ。ちなみに皆さんに水上バスの案内をしてなかったかもしれませんが、水上バスもですね、乗車券というか乗船券の、A 駅から B 駅までの、例えば2区間だからじゃあそれで300円とかそういう売り方はなくて、基本乗り放題乗車券乗船券のその発売が普通となります。お、あれは荷物用ですね。そんなのもあるんだな。まずともかく基本的に乗り放題タイプの発売となる。つまり例えば75分間、これが一番安いんですが、75分間乗り放題切符が 7.5 ユーロ、まあ、大体900円ぐらい高いんですよね。どんなに1分とか2分とかしか乗らないとしても、まあそういう乗り方はないかもしれないけど、10分しか乗らないとしても900円が一番安いということですから、まあ、それ考えたら大人数で乗る場合タクシーの方が安い可能性が十分にあるというのは納得のいくことかなと思います。万が一情報が間違っていたらばね、これ危ないですから。私もこのタクシーに1回しか乗ったことがない、これが初めてなわけですので、必ず乗る前に運転手さんに確認をされてください。なお私の聞いた限りの情報では、一応この、配線というんでしょうかね、日本の、廃車に当たるようなこともできることにはなってるようですけれど、もうついたのかな。その場合には15ユーロぐらいがかかるらしいとネットに書いてありました。多分到着です。今ね、なんか全然駅と違う随分手前のところで止まりましたんで、あ、なんかおかしくないかと思って、あ、Sorry, I want to go to Santa Lucia Station 確認をしたらですね、あ、OK, Sorry と言って、すぐにまた、もう一回動かしてくれました。多分間違えたのかなと思います。多分今のところですね、バスターミナルのすぐ最寄りのところだったので、それでお間違いになられたんでしょうね。向こうの方に見えてきました、あれがですね、サンタルチア駅、JR じゃないや、イタリアの鉄道会社の大きな駅です。あの橋の麓のあたりにあります。かなり早いものでした。ほとんど動画は回しっぱなしとなりましたから、徒歩30分のタクシーの移動が、徒歩30分での移動がだいたいタクシーで移動するとこれぐらいの距離になるということです。ただ先ほど申し上げた通り、運賃は60ユーロとなかなかにこれは高くてですね、そう簡単にはちょっと選択肢となるかどうか怪しいところ、あの人たち 7,8 人で乗ってました。ああいう使い方がこのタクシーの正当な乗り方なんだろうなと思います。意外とね、この水上バスも、あの人たちもいっぱいで乗ってるな、あれがいいですよね。意外とこのタクシーも、タクシー水上バスも本数がたくさんは出ておりませんのでね、15分に1本とかですから、大人数の場合は積極的にタクシーを利用するといい結果が得られるでしょう。あ、ちゃんとした船着き場があるんですね。本当にね、無事駅に送り届けていただきました。60ユーロっていうのが最初ね、50ユーロがなんか普通相場だって聞いたらおかしいなと思ったんですけど、ちゃんとメーターに60ユーロって表示されておりまして、メーター通りの扱いをしてくださっていたようですので、結果的にあの運転手さんはとてもいい方でした。降りる時にもね、笑顔で Thank you。 なんかイタリアの人のね、ここイタリアに降り立って分かったのは、全般的な傾向としてサービス中は全般的に笑顔とかは特に見せなくてですね、ちょっとなんですか、不愛想な感じなんですけど、それが最後のサービスが終わるぐらいの頃になると途端に親切になってくるんですね。チップが欲しいからなのかなと思ったんですけど、でもあの人はチップ今回ですね、結構高額だったんで渡さなかったわけですが、チップを渡さなかったにもかかわらず、その後で途端に親切になりましたんでね、不思議なもんでしたけれど、まあ、ともかく、いやー結構便利ではありましたね。すぐ着いちゃいましたし、ただちょっと揺れに弱い人にはお勧めできないかも分かりません。一般の旅客船はあの様子ですからね、まだあれ空いてる方だけどな、あれと見比べてくださいよね。あんなゴージャスリッチなタクシー、いやーいいもんでした。値段もいいもんでしたけれど、ご視聴ありがとうございます。こんにちは。本日は8月の21日、旅ももうそろそろ大詰めとなりました。ここはイタリア、ベネチアです。後ろに見えております、もう早速これがですね、夕日を浴びて紅色に染まっております。これ運河とその裏に見えます、これは何だか分かんないですけど、まあ多分聖堂みたいなやつでしょうね、教会とかそういうやつかと思います。後ろにありますこちらがですね、2009年ぐらいから新しく作られ変えたそうですけれど、これベネチアサンタルチア駅です。サンタルチアってこれ何なの、何のサンタルチアなのか、もともとまずですね、ここに教会という教会がありまして、サンタルチア教会と言ったんですが、ここへ駅を作るときに、まあ、それ19世紀の話ですけどね、ここへ駅へ作るときにここにありました大きな教会サンタルチア教会というのを取り壊しまして、その跡地にこういう駅を作りましたので、それでその名前を取りましてサンタルチア駅、まずこれが一つで、次にですね、じゃあもともとそのサンタルチア教会のサンタルチアとは何なの、サンタルチアってなりますね、
ンタルチアとは何なのか、あのなんかこの辺のですね、あのなんか元々地域の名前だそうなんですけど、大元をたどりますと最終的には